北陸地方の雪についてお伝えします。いただいたウェザーレポートを見ていきますと、新潟市の雪の動画です。こちらはどかどかと雪が強まり、路面の状況かなり悪化しているとご報告いただきました。今後の降水の予想を確認していきましょう。日本海側は広く雪雲の流れ込みやすい状況が続き、特に北陸地方は大雪に警戒が必要です。まだまだ雪雲が流れ込む予想となっております。この続く雪によって積雪も増加する予想となっております。この先48時間の積雪増加量を確認していきましょう。18日金曜日までの積雪増加量です。特に北陸地方は積雪の急増に警戒が必要で、山沿いの多いところでは新たに1メートルを超える雪が積もる予想となっております。山沿いでは雪崩の発生に警戒が必要です。前兆を確認していきましょう。例えばですね、このような状況を見られたら雪崩の前兆現象と、言えそうです。説明に亀裂が入っていたり、シワが見られたり、転がり続ける雪玉というのは警戒が必要なサインです。もし発生してしまった場合にどのような対応を取ればいいのか見ていきます。雪崩が発生した場合は雪面に対して横に逃げてください。そして雪に埋もれた場合は大声を出して助けを呼び、顔の周りを手で覆い、呼吸の確保をしてください。今後も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけますので、ぜひご確認ください。